こんにちは。ナナです。藤井 JT 杯覇者の JT 杯がスタートしました。今季で6年連続6回目の登場、2年ぶりの北海道大会。ここまで連覇しており、3連覇が期待されています。シード枠からの登場ですので、本局が初戦で幸先の良いスタートを切ってくれました。対戦したのは、タイトル戦で2度、戦った経験のある佐々木大地七段。初戦で羽生九段と戦い勝利し、本局を迎えました。実は小学生時代の2004年には、福岡大会の子ども大会低学年部門で優勝した経験を持っています。やはり、この方は、相変わらず穏やかで、好感度が高い。持っている雰囲気とは相反する粘りと、鋭い攻撃で、王者を相手に、ギリギリの攻防を見せましたが、結果は、129手を見たところで、後手でした佐々木大地七段が投了。今回は、対局について感想戦で語られた言葉を織り交ぜつつ、加えて局後に語られた言葉をご紹介します。ではレッツスタート。日本将棋連盟と北海道新聞社が主催する、将棋日本シリーズ JT プロ公式戦の2回戦第4局が、9月21日、北海道札幌市の札幌コンベンションセンターで行われました。開催地域によって主催新聞社が変わります。JT とついているのは、JT 日本タバコ産業が協賛しているためで、他にもテーブルマーク株式会社が協賛に加わっています。全国11地区で開催するという特別な棋戦。JT 杯は、持ち時間はチェスクロック仕様の各10分。使い切ると、一手30秒未満の着手と早指戦であるにもかかわらず、興味深い点がいくつもあります。解説者が適当なところで封じ手を指示し行われること。公開対局で大盤解説と同じ舞台で対局ブースがあるにもかかわらずヒントを与えないように配慮しつつ、符号なしで解説が行われるところ。そして着物での対局が必須であり。そもそもこの棋戦に出場できる棋士は将棋界のトップに君臨する12名であるという点において、かなり他の棋戦とは違う位置づけになっています。解説もだいぶ斬新だとは思いますが、適当なところで封じ手をするという点が、私にとって非常に独特なルールだなと感じます。要は、JT 杯は、棋界のトップを集結させ、どれを見ても面白いし、昔ながらの将棋のスタイル畳に着物の姿が見られる。しかも、そんなに将棋に詳しくなくても短時間で臨場感のある場所に出向くこと自体にイベント性があり、さらにはタイトル戦でしか見られない封じ手まで披露してくれるというかなり見どころ満載の棋戦なのです。 JT の代表取締役社長である寺田武氏は、心の豊かさをもっとを JT グループパーパスとしていると話しています。心の豊かさをもっとの言葉をJT 杯の文脈に沿わせると、自分だけで完結するものではなく、同じものを見て人と会話をし、分かち合い交流し、さらに追求するような環境の提供にあるのではないかと考えます。そのために、最高の環境を、JT は、棋士にも観戦者にも提供し、日常の生活に彩りを与え、より良い豊かさみたいなものを目指している。だから、この棋戦に協賛をしているのだとね。実際こういった環境で指すのが、羽生戦から続いて2回目となる佐々木七段は、皆様の前で指せる特別な環境は棋士冥利に尽きると挨拶をしていますので、対局室での対局とはまた違った感覚があるのでしょう。何度も登場している藤井 JT 杯覇者も、これまでに、大勢の方々の前で将棋ができる環境についてそれを準備してくれている。関係者への感謝を伝えてきました。JT とは日本タバコ産業。時代とともに人が求めるものは変化し、もっと言うと提供できるものが制限されてきました。それに伴い、企業は柔軟な変化が求められてきた。JT がこうして将棋を支える一角になっていただいていることに喜びを感じます。1981年大山康晴15世名人の発案で創設したこの大会。ここでは、タイトル保持者4人のみが戦い、その後、参加棋士が8名12名と増えていき、
ここまでに成長したわけですから45年の重みを感じます。本局の解説を担当したのは松尾八段。聞き手は山田久美女流四段。戦後は振り駒が行われましたが、ここでも普通に記録係が行うのではなく、抽選で選ばれた方が盤の横まで上がってきて行いました。結果、藤井 JT 杯覇者が先手に決定。これ以降7冠とします。両者の対戦成績は、藤井七冠から見て9勝4敗でした。が、この勝利で10に伸ばしています。戦型ですが、36手目の5四銀で、戦後同型の相腰掛け銀となりました。形勢を見ると、先手が最も押されたところで 46% ほど。それも、一瞬で先手有利に戻しているため、完全に藤井七冠のペースで進んだ将棋のように見えます。感想戦で藤井七冠は42手目で後手が4一飛としたところで、飛車を回るのは後手にとって有利な作戦ですねとしていますので、この辺は後手がまだ形を作れているのではと感じていたのではないでしょうか。さらに46手目でも佐々木七段は、後手番で角換わりならこの将棋を思想を持っていたと予定通りだったことを示唆。対して藤井七冠は61手目4七桂で桂を打って攻めていく方針で、次の手で後手から7四桂と来られても許すが、どちらの桂が有利に働くかは難しいと感じていたとしています。本譜後手は別の手で対応しているため、もしかするとこの辺は藤井七冠の読み通りだったのかもしれません。よくわからない7四桂ではなかったのですから、明らかに予定と違ってきたと後手が感じたのが65手目。この辺で中盤に戻るような将棋を考えていたのに激しく来られたと佐々木七段が語っています。ここから行って進んだところでも、佐々木七段は予定の進行とは違い少し勝ちづらさを感じていたとしています。着実に藤井七冠のペースになっていた。78手目で 43% まで落ちた後手は、本譜5四歩としたのは銀の方が手堅いのは知っていたが、それを指すと先手の読みの中だと感じて嫌だったとしています。先手は着実にペースを握っていきます。そうして順調に流れをつかみつつあった先手ですが、85手目で飛車を取って攻めがうまくいっていると思ったが、次の角打ちが粘りが強かったとぽつり。そう、後手も簡単には土俵を割らない戦いを見せていたのです。そして112手目の後手87角成で、こちらの陣形がしぶとくなってチャンスがあればと思っていたとしますが、ただ具体的な手段はわからなかったとしました。少し良くなったと感じても、読みの速さと正確さで藤井七冠に勝つことは困難。結果的にここ数手が運命の分かれ道だったことを形勢が示しています。ギリギリの終盤を抜け出したのは藤井七冠。先手が115手目で竜を回って、後手玉の背後からじわりとプレッシャーをかけた手が詰み筋だった。次の手で後手が金を打って受けに回ったことで形勢は先手急上昇。 72% にまで上がり、ここからは藤井七冠の寄せの構想からは逃れることができず、先手が見事に押し切った将棋でした。対局後、藤井 JT 杯覇者は、最初はこちらが攻めていって飛車を取る展開になったんですけど、その後佐々木七段の3四角というのが急所の一手で、その手を境に何というか自信のない展開が続いたのかなという気がしました。終盤は苦しいようなところもあったんですけど、粘り強く指すことができたのかなと思います。と語り、佐々木大地七段は、序盤ちょっとこちらが注文をつけて相手に動いてもらうっていう将棋だったんですけど、すごいビシビシ刺されてこれもカバーされてるのかと思って、そのあたりはがっかりしていたんですけど、ただ中終盤チャンスがありそうな局面だったので、もう少し指しようがあったのかなというのが課題ではありますね、と振り返っています。ビシビシ刺されてという言葉、藤井七冠であっても難しく見通せない局面では時間を使います。ですから、本譜のような指し方をされると、やっぱり見切っているのか、これすらも研究範囲なのかと落胆してしまう。だから、
考えてきた手に自信が持てなくなり、結果的に自爆してしまうことになってしまうんですよね。タイトル戦が続いているので、時間を意識して戦いたいと語っていた藤井七冠。切り替えが素晴らしい。この結果、4強最後の1枠は藤井 JT 杯覇者に決定。次戦は11月2日に、愛知県常滑市の愛知スカイエキスポで行われる準決勝東海大会で、広瀬九段と対戦します。今大会は、本局をもって2回戦がすべて終了し、広瀬九段、渡辺九段、稲葉八段が準決勝進出を決めました。最後に、将棋ファンの声を紹介して終わりにします。藤井 JT 杯覇者、JT 杯初戦の勝利おめでとうございます。佐々木八段は、難敵というか、簡単にはいかないと予想していましたが、やはり、難しい将棋になったと思います。佐々木八段の、飛車を失ってからの自陣角からの反撃、というか、睨みを効かせて、じっとチャンスを狙うあたりは、さすがの勝負術と思いました。藤井玉を安泰にせずに、あくまで食らいつく、この佐々木八段の粘り強さは魅力的です。とはいえ、馬と竜を自陣深紅に作られてしまうと、駒を渡した時の即詰みの危険を常に考えなければならず、そのために、先に時間がなくなってしまったのが、佐々木八段としては痛かったように思います。藤井竜王、名人としては、必ずしも、最善手の連続ではなかったようですが、相手が緩手を指した時の攻めの鋭さは、やはり見事です。もっとも、早指しで、最善手の連続とかだと、人外の化け物ですが、次は、広瀬九段との対決とのことで、こちらも、とても楽しみにしています。このようなコメントが上がっていました。そうそう、22日面白ニュースが上がっていました。名古屋鉄道は、22日、将棋の駒をあしらった列車、将棋トレーン第2局の発車式を、名古屋市の栄町駅で開いたとするもの。日本将棋連盟の羽生善治会長も登場し、右手を挙げて発車と合図。今春実施した同様の運行に続く第2弾として、栄町、尾張瀬戸間を11月下旬頃まで走る。将棋のルールを紹介するポスターが掲示された列車に乗り込んだ羽生会長は、若手棋士らが走行中の車内で開いた将棋教室にも参加。沿線自治体の小学校に通う児童約40人との交流を楽しんだ。名鉄と連盟が協力し、沿線の活性化や将棋を普及して次世代の棋士育成を目指すのが狙い。とありますが、確かに、列車の中に将棋を学べる要素を取り入れると、到着までの時間で考えたり楽しめたりしますよね。列車と将棋は、相性は非常に良いですが、名古屋鉄道が動いたのは、間違いなく、藤井七冠の影響が大きい。今や空前絶後の将棋ブーム。ドラマや映画の会話の中で、サクッと将棋が登場する場面を目にします。将棋は、知れば知るほど奥深く、人と人との関係性で重要な要素が詰まっています。礼を重んじ、負ければ潔く投了を告げ、次に気持ちを切り替えるその繰り返しが、強くなる人を作り上げる。負けないような戦いをするには、自力で思考し、時として周囲の意見も聞きながらさらに深みのある、筋を導き出す。本当に面白いゲームだね。Against the door, I can hear you laugh.